新たな価値を生み出していく、ものづくり。その中心に秘められし、創造の魂を追う。国産初の旅客機 YS-11 の就航、そして、名神高速道路の全線開通など、高度成長の真っ只中にあった1965年。 自動車も本格的に普及する中一台のスポーツカーが生まれたトヨタ 2000GT トヨタ自動車とヤマハが共同開発しエンジンにブレーキサスペンションなど当時世界最高水準の技術がつぎ込まれた生産台数わずか337台2年前のオークションで およそ1億2,000万円の値がつくなどその価値は世界で上がり続けている10年前この車を買った伊藤和弘さん63歳はこう話すやはりあのサーキットでも走れて一般道でも走れるということで非常に高性能な車です。 2000GT の名を世界に知らしめたのは1966年10月距離1万6,000キロ72時間連続走行するスピード記録の挑戦台風が接近する最悪のコンディションの中平均時速は実に時速206キロ13もの世界記録を打ち立て世界を驚かせた。 この時ハンドルを握っていたのが伝説のレーサーとしても知られるテストドライバー細谷美さん、はい、2000GT の開発に携わった細谷さんは半世紀たった今ある車の開発に携わっているというそこにあったのは紛れもない 2000GT。 と言っても、同じなのは外見だけで心臓部を最新のハイブリッドエンジンにした新型車なのだこの車を作ったのは大手のメーカーではなく一見町工場のようなこの会社愛知県岡崎市の中古車専門店ロッキーオート単に中古車を売るのではなく60年代から80年代にかけての名車を 新車同然の状態に復活させて販売しているこれ四十七年式の GTR ですエンジンもオーバーホールボディもフルレストアでもう新車のような状態の形で今の世の中に蘇るような形です朽ち果てた部品は鉄板から新たに作り直し エンジンも組み立て直す徹底ぶり1972年製スカイライン GT-R 価格はなんと1980万円それでも引き合いは後を絶たないという旧車と言われる分野がですねあの毎年毎年どうでしょうかもう確実に 10%20% の成長は遂げていると思います 昭和の古き良き時代をですね思い出されて乗られるというのはお客様も非常に多くてここが現代版 2000GT を作ることになったのは他ならぬ細谷さんの一言がきっかけだった今車が売れないのは昔みたいな魅力のある車がないと例えば 2000GT にハイブリッドのエンジンを乗っけてもらったらより 今の世の世中で、ね、貢献できるんじゃなないかなその提案に乗ったのが、技術の高さで知られていたロッキーオートだった修理・再生ではなく、現代の車のエンジンを乗せて、より早く、えー、安全に走れる車ということを目指して、あの一から作った車になります開発にあたり、細谷さんが最も重視したのがこのボディそのもの、絶対変えてほしくないです。どこも 2000GT というのは我々チームで作ったものですからオリジナルのまま作っていただくと台風の中を走ってるこの車だけはさっと後ろそういう抵抗なしで流れてますロングノーズで流れるようなボディーラインの忠実な再現線が出てないと意味がないんですよね。はい、この 2000GT としても、えーえー しかし製造用の設計図はすでに存在しないそこでオリジナルの車体を所有者に借りて 3D スキャナーでデータ化しそれをもとにモックアップと呼ばれる実物大の模型を作ったそこから500点以上に分けてボディーパーツを新たに作ったのだ 車体は軽くて強度に優れる強化プラスチック製。しかし、実際に合わせてみると。もっと上だ。で、ここのラインは合てるもんね。で、ちょっとこれが向こう。本当一ミリ二ミリの。取り付け位置がほんの少しずれても収まらない。当時の設計が。それだけ精密で遊びがなかったことを示している。 しかし別の問題が極限まで空力抵抗を抑えたボディーのエンジンルームにトヨタアクアに使われているハイブリッドエンジンが収まらなかったのだ改造によってその高さをおよそ2センチ20ミリ下げて そこで取った柵は、エンジンの形を変えてみること。上に出たパーツを移動させ、組み立て直したのだ。ギリギリのラインで、これでぴったり収まるという状態になります。こうして2年がかりで完成した、新生 2000GT。正式名、ロッキーハイブリッドスペシャル RHV。 細谷さんの評価は今年3月600枚以上の膨大な書類で国土交通省に申請し市販車として認められた車検証を見ていただくと分かるんですけど車体番号がやはりこの頭に「国」ってつくんですね。 はいこれは本局での公認とということになりますオリジナルの 2000GT を知り尽くした細谷さんがコックピットに乗り込むメーターは液晶エンジンは最新のハイブリッド音もなく。 静かに走り出すしばらく走ると突然の雨あの世界記録に挑戦した日の記憶がよみがえる これはもうシルンでですすよよキロ以上の速度ですよもう常にもうハイドロプレーニングを起こしてますからあれから半世紀細谷さんはこの新生 2000GT で再び世界記録に挑戦した先月22日新東名高速道路 挑戦したのはスピードでは、なく燃費世界一下り、駿河湾沼津から浜松までの走行距離、116.4キロで打ち出した燃費は。 すごいすごいホンに軽自動車をしのぐ燃費の良さ <laughs> その秘密はあ車体の,あの軽さとそれとまあこのクオリティですねこの の少なさこれはやっぱりものすごく貢献していると思います一台1680万円すでに10台以上の注文が入っている現在 3000cc のガソリンエンジンを積んだモデルも開発中今度は内装も当時そのままを再現する予定だという コンピューターはない時代ですよ。風ー実験なんか何もないです。フォルムを考えたというのは、これは素晴らしいことです。このスタイルに対してお客様がものすごくこうついてきていただけるものですから、やはりそのものづくりというのは、まあ第一お客様がやはり喜んでいただけるものを作らせていただくと、あのそれが一番だと思ってます。半世紀を経ても。 色褪せないものづくりの技術と製品の魅力。そこにはまさしく、連綿と続く創造の魂があった。